漢字を目にして大多数の人間が悪の象徴や大量虐殺を思い描くだろう。特にアメリカやヨーロッパなどでは漢字のことをスワスティカというが、漢字のマークやこの言葉を口にした途端に軽蔑の目で見られたり、中には怒り出す人もいる。一般的にこの漫字はヒトラーとの関わりにより否定的な意見に見られているのは確かである。この異常とも思われる漫字に対する人々の敏感さは一体どこから来るのであろうか。19世紀末から20世紀初頭にかけて、漫字は幸運のシンボルとしてヨーロッパで流行していた。また20世紀初頭のアメリカではボーイスカウトや男女平等、女子クラブなどの標識として使われていた。第一次世界大戦の際にはアメリカ第45軍団の腕章にも漫字が採用されている。1920年、国家社会主義のドイツ労働者党、ナチスの頭章にハーケンクロイツ、右漫字が採用された。この漫字はアーリア人とインド、ヨーロッパとの関連性を示すために使用されたため、第二次世界大戦後のヨーロッパでは漫字は忌まわしいナチスのシンボルマークとして認識されている。右漫字、左漫字にかかわらずこれらを使用することを法律で禁止している国もある。そのためハーケンクロイツとよく似ている漫字の使用も忌避されている。日本では漫字は仏教のシンボル、お寺を意味する。なぜ漫字が仏教、お寺を意味するのかというと、一般の人はそれを知らない。一般の日本人は地図記号として漫字が仏教寺院であるということを知っているのだが、実際地図記号は明治政府により1884年に統一されたので比較的新しいものである。日本には8万5千ほどの仏教寺院があるが、特に京都や奈良には多くのお寺があるのは言うまでもない。日本人から見れば別に何ともない普通のことであるが、西洋人たちの目にはお寺の漫字のサインがナチスドイツのサインに見えるのだ。なぜ漫字が日本ではお寺を示しているのかを説明しているものはまずない。広辞苑で漫字の意味を調べてみると、サンスクリット語ビシュヌなどの胸部にある専門苦毒円満の意、仏像の胸に描き吉祥満徳の僧とするもの、右遷左遷の領主があり、日本の仏教では主に左遷を用い寺院の記号などにも用いる。どの定義を見ても漫字は吉祥、万徳などの良い意味であり、邪悪な意味はどこにもない。吉祥とはめでたい兆しであり、いわゆる大吉、幸運を意味する。万徳というのはいろいろな苦毒があるということで、漫字は幸せになるエキスが詰まったシンボルということになる。ヒトラーは漫字が東洋のシンボルであることを知っていたのであろうか。その答えはヒトラーがミュンヘンで初めてハーケンクロイツ陶器を公式に披露した1920年
8月13日の彼の演説にある。ヒトラー曰く、我々はこれらすべての人、北方人が共通のシンボルを持っていることを知っている。それは太陽のサインである。彼らは光の信仰を作り上げ、火を起こす道具、回転、十字架のシンボルを作り出した。ハーケンクロイツとしてのこの十字架はインドや日本においても寺院の柱などに彫刻されていることを知るであろう。それがかつて成立したアーリア人文化共同体のサインであったハーケンクロイツなのだ。これらの人種が今日アーリア人と呼ばれ、古代社会の全ての偉大なる文明文化を作り上げた。エジプトはアーリア人民族移動により高度な文化レベルが持たされたことを知っている。ペルシャ文化やギリシャ文化も同様である。移民種族は金髪で青い目をしたアーリア人であった。ヒトラーはインドと日本の卍について研究しており、東洋の卍を知っていたことは明白である。また太陽のサイン、火を起こす道具、回転などから卍の起源についても理解していたことがわかる。さらに西洋的アーリア人のシンボルとしての卍の理解を受け継いでいることもわかる。これらすべてを考慮に入れて、ハーケンクロイツの旗を掲げ新生ドイツの運動を展開したのがヒトラーであった。ヒトラーは古代文明の礎を作ったのは、金髪で青い目をしたアーリア人種こそが唯一文化創造能力を持つという考え方であった。そしてアーリア人は古代アトランティスの末裔だと、ヒトラーが釈迦と同様アーリア人であること、さらに言えば同じ民族としての精神性の継承が人々を圧迫から自由へと導くことができるのだと、アーリア人種の人種学や歴史学の公的研究機関の2代目所長は演説の中でそのように位置づけていったのである。しかしここには大きな間違いがあったのだ。アーリアという言葉はもともとサンスクリット語でインドから来ている言葉であり、サンスクリットのアーリアを起源とし、それは聖なる尊い高貴なを意味する。仏教や他の東洋の伝統では高貴な人、聖なる人、尊い人は神聖なる道を実践して心静かに平和で健全なる人格を持ち、人々より敬われる人、聖者を表す。サンスクリットのアーリアンという言葉にはもともと人種や民族や血族の意味はない、一人一人の生き方の質を表す言葉である。アーリアという言葉は特に仏教でよく使われる言葉である。原始経典と言われるお経はパーリ語で書かれているが、パーリ語はサンスクリット語に近い言語である。サンスクリット語のアーリアはパーリ語でアリアという、悟れるものと真理の断りと聖者の集いとに帰依する人は正しい知恵を持って4つのアーリアなる真理を見ると言われている。それが師匠体であり、その4つのアーリアなる真理の内容は、苦しみを明らかに見る苦体、その苦しみの原因を明らかに見る重体、その苦しみが滅することを明らかに見る滅体、そしてその苦しみを滅するための8つのアーリアなる道を明らかに見る動体のことである。アーリアなる8つの道とは、正しい見方、正しい思考、正しい少年、正しい言葉、正しい行い、正しい努力、
正しい生活、正しい禅定である。これらが仏教でいうアーリヤの内容であり、これを行う人がアーリヤなる人、すなわちアーリヤ人なのである。アーリヤ人とはアーリヤなる真理を実践している人であり、アーリヤなる道を生きる人である。生まれによってアーリヤ人なのではない。人種、血統といった生まれによって卑しいものでもなければ尊いものでもない。どのように生きるかによって卑しくもなり尊くもなるのだ、という考えがアーリヤの考えであり、仏教の基本的な考えである。生まれが人を尊く高貴なるものにするのではなく、その人の行為が尊く高貴なる人にするという教えである。以上のようにアーリヤ人とは尊い人、高貴な人、聖人という意味なのだが、それを西洋人たちがアーリヤという人種、民族の名前に理解したことから、さまざまな誤解を生み出し、東洋の本来の意味とは異質なものになっていくのである。そもそも曼珠、スワスティカの起源は太陽であるとされており、太陽は人類にとって最も尊い光である。曼珠は光の源、自然界で言えば太陽ということになる。曼珠の起源がほとんどの学者の間では太陽がその起源であることに賛同している。曼珠は太陽を崇める信仰、いわゆる太陽信仰から来た神聖なシンボルなのである。仏の曼珠が光の源であるという意味の中に、曼珠の起源との深い関わりを見ることができる。仏教で光とは迷いの暗闇を破る光、あるいは全てを照らす慈悲の光を意味し、具体的には仏の言葉、仏の教えが光で表現されるのである。光という漢字が曼珠に似た形をしているのもこうした背景があるからなのだ。この形は軸を中心に回転する運動を象徴化したもので、世界軸を中心とする地球の回転、あるいは北極星を中心とする天体の回転を意味していた。スワスティカという言葉自体はサンスクリット語で幸あれの意味で、吉兆、幸運を表している。この記号は古代インドから小アジア、ギリシャ、日本、果ては北アメリカに至るまでほとんど全世界に普遍的に分布している。初期キリスト教徒はこれをキリストの象徴として用いていたし、古代北欧人ではトールの土と同一視された。古代より世界中でシンボルとして使われており、その歴史は遥か古代の石器時代にまで遡る。新石器時代のインドではすでに曼珠の模様が使われていて、仏教やヒンドゥー教で頻繁に使われていた。またウクライナ国家歴史博物館の陳列品の中に動物の歯に施された彫刻品があるが、歯に彫られた鳥の体に曼珠の模様が刻まれている。鑑定によればこの彫刻は1万5000年前のもので、旧石器時代に作られたという。さらにトロイ遺跡でも曼珠の模様が発見されており、古代ギリシャ人や青銅器時代に中部ヨーロッパに広がっていたケルト人、アングロ、サクソン人も曼珠を使用していたと見られている。考古学分野で発見された遺物の数々から、バルト海からバルカン半島の東ヨーロッパに及ぶ広い地域において、曼珠の模様が古くから人々に親しまれていたことが分かっている。古代ギリシャでは曼珠の模様は建築物やタイル、
織物など広範囲に使われていた。またアメリカ原住民文化、アフリカの古代文化、ローマ文化、北欧の海賊の遺跡の中でも万字の模様が残っている。万字スワセティカは日本仏教だけではなく世界各地で使用されてきたシンボルなのである。それも仏教、ヒンズー教、ジャイナ教といった東洋の宗教だけではなく、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などでもそのシンボルは使用されていた歴史がある。そして右万字は陽、左万字は陰であると言われ、もともとの万字を東洋のものと解釈していたことがわかる。古代に遡るとさまざまな万字が東洋、西洋を問わずに発見されているが、それはいずれも否定的な意味ではなく、ポジティブな善良な意味で使われていると考えられる。世界のスワスティカを知ると、西洋社会でナチスや白人至上主義といった近年起こった偏狂な万字に比べて、万字が人類史上において数万年の長い歴史にわたり、また国境を越えた広い範囲で使われてきたかがわかるだろう。かつては南北アメリカ大陸のインディアンたちもこのシンボルを使用してきた。ムー、マヤ、アステカ、インカといった古代文明にも見られる。ヨーロッパではトロイの遺跡を含むローマ、ギリシャでも発見されている。アフリカ大陸でも同様である。万字とは世界中で使用され、人類の歴史上において最も普及しているシンボルであると言える。人類最古の文明の痕跡でもある。この万字の真実の意味は忘れられてしまっている。火と水の概念にもつながってくると思うんですけど、よく火と水が入れ替わるっていうお話出てくると思うんですけどね、はい、でやっぱり今の高田先生とかのお話とかも伺ってる中で、やはり地球と月を見たときに、地球が動かざるもので火で、まあ、月がそれによって動かされて水の関係になってくると思うんですけど、今度太陽と地球を見たときに、今度太陽が動かざるもので、この地球を動かすものになる。地球、火と入れ替わってるわけですよね。で、今度太陽系を全体を見たときに、太陽系も銀河系の中で、動いてるものであって、銀河そのものが動かざるもの。ですから、太陽系とか太陽そのものも逆に火と水が入れ替わって、まあ、そういう関係にあって、すべて物事を裏と思ってというか、火と水が存在してて、立場で、それが変、入れ替わってるっていう感じがすごく、しましたね。そうですね。時と場合でその火と水というのがどん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 入れ替わって、これが連鎖を起こして、まあ、バタフライエフェクトを起こしてですね、現象の連鎖を起こして、これを象徴しているのが、今日ちょっと夜言おうと思ったんですけどこれが象徴しているのが一粒万倍。おお、この一粒万倍を象徴しているのが万字。だからこの日本はその万字というもの、一粒万倍というもの、これを米に表しているんですよ。で、一粒の種から万倍の実ができますよね。だから米を象徴しているのはこの一粒万倍、まあ万字、これを表している。これがその自然の森羅万象の摂理の火と水の連鎖によって一粒万倍というのを起こす。マニホージもそうですよね。たった一つの木を下ろすことによって現象を火と水で連鎖させて万倍に膨らませていくという、この現象を使っているのがマニホージの術である。涙の色はエメラルドブ、宝石みたいに光ってる。流れ星を見上げていたあの夜も、ただ
枯葉のように宙に徘徊セオリー私なんだったっけ見えなくて成里のクラクションだって慣れてきたけれどあの日の約束は書き消せないのパノラマの空覗いてみる夢の続きを描いていくどんな時も忘れないで私の色を塗って君が残したエメラルドブルーこんなに綺麗だったんだ流れ星を見上げていたあの夜も